ございます。ひがです。11月29日金曜日の朝です。スタンディングを開始して256日となりました。天気は晴れです。嬉しいニュースがあります。令和新選組を応援する創価学会関係者が一挙に4人増えて合計325人となりました。おめでとうございます。パチ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 。それではコメントを紹介します。コメントは昨日の YouTube からの紹介です。ひがさんの動画登録して毎日見ております。家族全員3人で応援しています。同じく同志の一人も応援していることが分かりました。頑張ってください。コメントありがとうございます。心より感謝申し上げます。家族全員3人で応援している。しかも同志も一人加わって4人となっています。嬉しくて嬉しくて仕方がありません。令和新選組応援本当にありがとうございます。大和代表は5年間消費税は廃止と叫び続けています。当初は消費税廃止できるはずはない、できるはずがない、消費税廃止と叫んでいる。令和新選組、あれはパフォーマンスだ、パフォーマンスだとバカにされてきましたが、その令和新選組は議席を拡大し続け、現在では衆参合わせて14議席獲得できるまでになりました。なぜできたか。令和新選組はブレることなく諸子貫徹、消費税は廃止と叫び続けたことによると私は思っています。私はその令和新選組の精神、諦めない心、まっすぐな心を少しでも近づけようと、令和新選組を応援する創価学会関係者1000人を目指しています。5年後の誕生日までには1000を達成したいと思っています。年内には350、そして来年の参議院選挙までは500、5年の後の誕生日までには1000を目指しています。創価学会、鉄の団結と言われるほどかなり強固な組織です。なかなか崩すのは難しいと私は思っていましたが、しかし今の公明党がやってること、ふざけるなです。消費税を廃止と叫んでおきながら消費税を 10% まで上げて私たちの生活を破壊しました。しかも経団連は消費税を 19% まで上げろと言っています。自民党は経団連の言うことに従うでしょう。公明党は自民党の言うことに従うでしょう。これはやめていただきたい。創価学会員さん、これ以上消費税を上げることはやめてください。そのためには消費税アップの自民党、公明党を応援することはやめてほしいんです。沖縄を基地の島にしているのが自民党、公明党です。今日、宮城島に行っていきます。宮城島では、あの美しい自然が破壊されています。宮城島の山を削って、それを辺野古に運んでいるんです。恐ろしいことです。少しでも工事を止めるよう、
抗議活動をしていきます。沖縄をこれ以上基地の島にしないでください。沖縄の自然を破壊することはやめてほしいんです。そのためには創価学会さんの方が目を覚ましていただいて、これはおかしい、ならぬものはならぬと徹底抗戦していただきたいと思います。そのために私頑張っていきます。